ジャバウォックの詩、ジャバウォックの歌、ジャバウォックの詩、ジャバーワッキーは、ルイス・キャロルの児童文学、鏡の国のアリスで記述されたナンセンス詩である。ジャバウォックの歌は、英語で書かれた最も秀逸なナンセンス詩であると考えられている。この詩では、ジャバウォックと呼ばれる、正体不明の怪物が、名前のない主人公によって打ち倒されるという出来事が、 女子詩のパロディによる形式で描写される。文中に出てくる単語の多くは、キャロルによって創作されたカバン語である。ジャバウォックの歌の中にあるいくつかの英単語は、キャロル自身によって作成されたカバン語である。鏡の国のアリスの作中で、登場人物の一人、ハンプティ・ダンプティは、詩の第一節にあるナンセンスな単語の語義を説明している。ルイス・キャロルは、 それ以外のバージョンの説明も考案している。キャロルがいかにして彼独特の様々なカバン語を作り上げたかに、つてのキャロル本人の文章も含めたジャバウォックの歌の詳細な分析は、注釈、不思議の国のアリスで与えられている。キャロルがジャバウォックの歌で発案したチャートルドやゴームフィング等のいくつかの英単語は、現在の英語の中にも採用されている。英単語、ジャバーワッキーは、 しばしば、ナンセンスな言葉を指すのに使用される。素直がりの序文で、キャロルは以下のように述べている。スライストブスとは一体どのように発音するのかと、しばしば私に問いかけられる質問に対する回答の機会を与えてください。スライス、スライシーの中にある、愛は、ライス、ライス、ねじ曲げるの中の愛のように長く発音します。そして、トブス、頭部の発音は、 グローブズ、グローブ、コダチとインを踏みます。また、ボーラガブス、ボロゴーブの中の最初の王は、ボロー、カリルの最初の王のように発音します。私は人々がワリー、ボリー、ウレウの中の王の音を当てようとし試みていると聞きました。これは人間的な曲解というものでしょう。ジャバウォックの歌の第一節は、本来はキャロルが自分の家族のために、 定期的に制作していた、肉筆回覧誌、ミッシュマッシュミスチャムッシュで発表された作品である。この第一節は、声越しの断片ンンスタンザ・オブ・アングロ・サクソン・ポエトリーと題されていた。キャロルはまた、ハンプティ・ダンプティとは別の解釈による翻訳をいくつかの単語に施していた。例えば、ラースは、ツバメとカキを主食とするリクガメの一種であると記述されている。 1957年3月1日のタイムズ文芸書評と1962年のルイス・キャロル・ハンドブックにおいてロジャー・ランセリング・リーンはジャバウォックの歌の第一節以外の部分は古代ドイツのバラット巨人山脈の羊飼いに触発されたのではないかと指摘している。この序児詩の中で若い羊飼いは怪物グリフィンを打ち倒す。このバラットは アリスの物語が発表される数年前、1846年に、ルイス・キャロルの親族マネラ・ビュートスメドレーによって、英訳された。ジャバゴックの歌の特に面白い点は、多数のナンセンスな単語を含んでいながらも、詩の構成は、古典イギリス詩に完璧に一致しているところである。センテンスの構成は精密であり、逆に言えば、非英語による再現は困難である。 主としての形式が観察でき、例えば、四行死、応印、弱境格闘、事件の流れの中にある何だかの物語が認される。鏡の国のアリスでのアリスのことによれば、なぜかしら、頭がたくさんの気持ちでいっぱいになるみたい、何がどうなってるのかも、さっぱりわからないのに、という物語である。スペイン語、ドイツ語、ラテン語、フランス語、イタリア語、チェコ語、 ハンガリー語、ロシア語、ブルガリア語、日本語、ポーランド語、そしてエスペラントを含む多数の言語への翻訳によ、ジャバボックの歌は全世界に知られている。翻訳作業で注目すべきなのは、元詞に含まれる主要な単語の多くが、本来の意味を持たないキャロール独自の造語であるという点である。言語の翻訳に際して、語形論へ払われる注意の中にあって、 翻訳者による言葉の暗室はキャロルの元氏からの同音意義語までも含めた最小のレーベンシュタイン距離を持つ翻訳者自身の造語の作成のように見えるオリジナルの単語と翻訳された単語は辞書の中にある実在する単語のように対応しているが必ずしも同様の意味を備えてはいないしかしながら元氏全体に含まれる本質は残されている 日本語翻訳者によるジャバウォックの歌の日本語への訳文は下記の外部リンクを参照。映画、映像作品、日本の漫画、アニメ、その他の引用、研究、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。